4本でラウンドするサルゴルファーハゲゴルフ道場ハゲファーシモンハゲでございます。今日は2023年7月7日って七夕ですか？全然関係ないんですけど、世間的には七夕なんでしょうか。というわけでファーシモン後の車窓からになります。ラウンド帰りのちょっと気になったもんで、久しぶりにカードオフオフハウスによりまして、まあちょっと気になるものはあったんですけれども、購入に至るまでのものはなく、ちょっとポロシャツはね2枚ほど330円で、ただサイズがどうか分かんないんで、ラウンドでお披露目になるかは分からないんですが、ちょっと330円で2枚ほど買ってみました。ハワイ、多分物はすごくいい。ハワイアンリゾートゴルフって書いてある。なんか、プリントと、ちょっとな、刺繍というか、なんか、ちょっと変わった感じで、ちょっと気になっちゃってね、買ってみたんですけど。まあね、まあ古着も全然抵抗なく私は着るので、ハードオフはクラブだけじゃなくて、まあその辺も見たりはするんですけど、今回はですね、この後本日7月7日のラウンドの動画、全ショット、ちょっとワンショットだけボタン押し忘れて撮れてなかったんですけど、全ショットをまたね公開するんですけど、昨日おととい7月5日水曜日のラウンドの模様はね、もうハーフまとめてアップした時点で、あ、こいつダメだったなと、良くなかったんだなって皆さんね、察していただけたかと思うんですけれども、まあひどかった。その辺をと今日のラウンドをこの車窓からでちょっと話していきたいと思います。本館到着するまでなんで、まあ15分20分ぐらいですね。まあ7月5日のラウンドも前半インコースはアップして、今後半のアウトコースをアップロードしてるんですけど、ちょっと時間かかってるんで並行して撮影しちゃってるんですけど、まず見ていただいた方はもう知ってると思うんですけど、朝一完璧ロングホール、おはようバーディー。ただね、おはようバーディークソバーディーっていうね、ま、迷う方の名言があるんですよ、ゴルフって。朝一バーディー取るとろくなことないよみたいなね、おはようバーディークソバーディーってよく言うんですけど、それはね私もすごくね実感というか思い当たる節が今までも多々ありまして、なので朝一バーディーってなんか喜べないんですよね、あんまり。もちろん嬉しいんですよ、いいショットを3回続けてバーディーパット入れてバーディーだから嬉しいんですけど、ちょっとね今までのその経験上っていうのもあって、まあ、その次のホールのボギーはまあセカンドショットレディースオリマーロジャーキング29度、届かなくていいよと思いつつちょっとフック打とうとして捕まらず滑ったあたりになっちゃって右吹かしてバンカー入ったと思ったら出てたんだけど、それがまあとんでもないライだったと。バンカーの方が全然良かったよ、中央のライで。まあまあでもそれはうまく打てて、まあそこのボギーは仕方なかったんですけど、次のショートホールでその手なずけられなくて使いこなせなくて悩んでたレディースロジャー29レディースオリマー29度ロジャーキングシャフトのクラブでスライスをうまく打って、あ、乗ったかなと思ったらちょいショートだったんですよ。まあでも全然いいとこだったんですけれども、そっからが寄せられず入れられずでパー取れなかったんですよ。もうそこでねもう流れはなかったですね、水曜日は。それが入ってればポン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 とこう流れには乗れたと思うんですけど、この流れがねすごく大事なんですよ。もちろんね流れを掴むのも逃がすのももちろんそれは実力ってところもあるんですけど、それがね入んなかったのでね、もう流れ、あ、ちょっとこれも
一発目の流れここだなと思って入れたかったんですけど、入れられず、そのままもうズル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 ですね。ずっともちろんね、その悪い流れを断ち切っていい流れをつかむために一生懸命やってたんですけど、なんせね、レディースロジャー29度違う、レディースオリマー29度ロジャーキングシャフトが手なずけられなくて、あれ兄貴がねうまく打ってたのね、ほんとすごいなと思って、兄貴の打ち方に合ってんだなと思ってね、で兄貴の打ち方をイメージしてとも思ったんだけど、あのイメージ湧かなくて、全然イメージ湧かなくて、まあ、私なりになんとかかんとかやってみてはいたんですけど、やっぱねうまいこといかず、まあまあまたその水曜日のラウンドの後半の模様はこの動画の後になるかな、まあまあ、あのアップしますので、ぜひまあ見ていただければなと。で今日なんですけど、今日はまずクラブセッティングはレディースオリマー29度はやめて、今まで使ってたエースのロジャーキングじゃないよ、オリマーの33度に、スキッター入ってるやつを持ち出しまして、でドライバーはここ最近ずっと使ってるバーナージュニア、ジオテックプラクティスシャフト、まあ、ここ最近の、まあ、エースセッティングにね、戻してのラウンド。で今回はですね、インスタートではなくアウトからスタートして、まあ、細かい詳細はラウンド動画アップしますので、そちら見てもらいたいんで、またそのラウンドの、ね、流れっていう部分の話であったり、そっちの話になるんですけど、でね、なんとかね4本ベストを更新したいなと思ってて、でここのとこねずっとワイルドダックが続いてるんですよ。特に今週はもう水木って違う水金ってワイルドダックだったんですけど、とにかくね今最安値なんですよ、この界隈で。ワイルドダックが午前スルーお昼なしで3990円っていう破格値なので、もちろんね来てくださる門下生もね安い方がそれはもう喜びますし、別にコースだって悪いわけじゃないから。なのでね、来週の水曜日もワイルドダックなんですよ。ワイルドダックワイルドダックワイルドダック3連チャン なので、まあ、もちろんコースはもうもともともう分かって熟知してるんですけれども、なんとかね4本ベスト出したいなと思って、4本ベスト今のところ77回なんで76で、その水曜日もラウンド終わって、まあ、もちろん良くなかったんですけど、タラレバ、私がいつも言うタラレバ、あそこがこうだったらとか、あそこがこうなってればっていうね、例えば3パットなければとか、あそこでバンカー失敗したのがなかったらとかみたいな感じでイメージして、ベストスコア出るかなと思って、タラレバやったんですよ。でもタラレバやってもね78回だったんですよ。だからやっぱり、あ、やっぱパーターンがちょっと何発かいいのがボボッと入ってくんないとベスト更新厳しいなと思ってたんですよ。これいつも私やるやつ、タラレバ、あそこのミス3パットがなければとか、あのミスなければとかっていうのを減らしていって何段になるかなっていうのね、そこまでは可能性あるよっていう話なんで、じゃああとそこからじゃあベストスコアまで持っていくのに、じゃあ何が足りないんだって考えて、あ、じゃあ、あ、まあ、最終的にはパットになるんですよね、っていうところでね、まあ、そんなことを考えつつ今日は行ったんですけれども、もうねベストスコア更新どころかもう70代ご無沙汰ですよ、ここんとこ70代ご無沙汰。もう先に今日の結果言ってしまいますと、今日も8オーバー80回ですよ、まあ、前半で5オーバーしてしまったので、で後半1オーバーで回らないとベストにはならないから、で今日は何が良くなかったかっていうと、どうも、まあ、水曜日もそうだったんだけど、
タッチがね全然合わないのよ、グリーンのタッチが。でもそれがね一番スコアに直結しますから。パターはでもそんな嫌いじゃないんだけど、タッチが一つも合わなくて、でなどう合わないかっていうと、やっぱね打てないんですよ。今のシャフト柔らかくしてちょっと長めにしたことによって、その打てないっていうストレスはなくなってたんですけど、久しぶりにその打てないストレスに見舞われてしまって、まあ、ちょっとグリーンがね重ババだっていうのもあるんですけれども、で見た目の景色で、あこれまあまあいきそうだなって入ってきちゃうと、なかなかそこから打てなくなってしまうっていう、そのスパイラルに陥っちゃってたんですけど、それをね払拭するためには一発ねパーンって打てばいいんだけど、それが一発パーンって打ってオーバーしてスリーパットでも別に構わないんだけど、なかなかそれができないのよね。なんでできないかというと、打ちすぎてスリーパットやっぱしたくないからなんですよね。もうそこの葛藤ですね、ずっと。でもまあ前半はだからそれがタッチが合わずで全然入らないっていうのでグズ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 してたんですけど、後半は前半5オーバーで、後半は39で回ったんですけど、でバーディーはないんだけど、後半はね、あで前半18パットだった、後半はね13パットだったんですよ。だショットは別に変わんないですよ。ん待てよ、でも5打でしょ、前半の41で18パットで5打ワット減らしたらパープレーになっちゃうよ。まあでもそういうことなんだろうね。後半もいろいろグズグズはやってたんだけど、ちょっとあこれは入れたいよっていう 2,3 メートルのパットとかっていうパットが、あれやっぱりね何番目だ、ボギーボギースタートで、うわこれもう70台早くもダメじゃんってなって、まあ、そっから一発ポコって入って、そこでやっぱ流れが変わって、まあなんとか最終ホールまで70台出るかもっていう楽しみは楽しめた。ベストスコアは更新はもう早々になくなってしまったんですけれども、まあ、かろうじてお久しぶりの70台が望めるかっていう感じのね、情けないけど、まあその楽しみは最後まで楽しみつついけたんですけど、やっぱパッドなんだよね。下りで行きそうと思って全然行かないの分かってるんだけど受けない、まあ、ただそこがやっぱりそのじゃあ打てないものに対して今日はどういう対策取ったかっていうと、私大体いつもはオープンスタンスで構えてやるんですけど、それをクローズスタンスにして、とにかく開いて当てない、どちらかというとちょっと引っ掛け気味閉じ気味で当てるようなインパクトをイメージして、当然ね閉じ気味に当てた方がインパクトしっかり当たるので、いくらか強めに打てるようになるんで、これは私よくやるやつなんですけど、で特にショートパッド、そういう重いグリーンだと多少スライスフックの傾斜あってもしっかり打ててれば入るんですよ、カップの幅に打ててれば。だからその辺が打ち切れないから手前で切れちゃって入らないっていうのがあるの でそこの構えをねちょっとクローズ気味にして、左肩越しにカップ見るぐらいのクローズイメージ、自分でも。それでね、まあちょっとなんとか後半は13パット、まあ、でも13パットで39だからショットがね本当良くなかったっていうのもあるんですけど、まあそんな感じでしたっていうのと、あとその久しぶりに復帰させたオリマー33度、これね、まあ私の今のドライバーバーナージュニアもそうだし、そのオリマー33度もそうなんですけど、頭重いんですよ。バランス的には結構出ちゃってんのかなと思うんですけど、そのオリマー33度に至っては
っぱその頭の重さが今時期のちょっときつめのラフだったり、ワイルドダックだとラフにあのクローバーみたいなラフがあるんですよ。ラフが芝じゃなくてもうクローバーなの。クローバーの中に目玉みたいになっちゃうんですよ。そうするとね、やっぱ今日思ったのは、このオリマー33度ぐらい頭効いてると、その頭の重さでズボって抜けてくれるから、あ、楽だなっていうのはね感じましたね。であと、そのレディースオリマー29度で苦労してた、やっぱり130ヤードとかそれ以下の距離を打つのが、あの33度だとすごくやりやすかった。結局、まあ、昔にね S ヤードのレディースの28度を使ってしばらく4本でやってたんだけど、それだとその今言ったような130とか120とかっていう距離を乗せるのが難しかったんですよ。距離打ち分けるのもそうなんだけど、グリーンで止めるっていうのが難しかった。それで33度にしたんだけど、まあ、今回ね、ハニ兄貴からそのロジャー入ってるやつというところでちょっと貸してもらって使って、ロジャーで、ね、使いたかったから、まあ、そのロジャーの良さっていうのはすごく分かったんですけど、やっぱり私のミドルクラブはロフト33度ぐらいじゃないと厳しいなと、ね、29と30、34度しか変わんないんだけど、まあ、その4度でね、やっぱり球の上がり方だったり止まり方が全然変わっちゃうから、あのもっと言うと飛ばさないショット、飛ばさない方の距離のコントロールが29度だと非常に難しかった。飛ぶのは飛ぶんですよ、やっぱり4度立ってるから。170ぐらいとか全然いっちゃうんだけど、で33だといかないですよ、もうそんなに。使い始めの頃はね、ちょっと含めにいいなんつってね、まあ、180、190いっちゃったよなっていうのがあったの、最近ないんだよね。今日はもう150ぐらいだね、バーンって打ったんで、その辺もちょっとなんでかなっていうのはまたちょっと考え直さなきゃいけないところなんだけど、まあまあ、でも今逆にそのバーナージュニアのドライバーで160とか全然ちょんってやって、あのグリーン捉えない、ショートホールとかグリーン乗せちゃうから、そっちの幅が広がったんでね、別にミドルグラブで飛ばそうとしなくてもいいんで、やっぱ飛ばそうとするとろくなことないから、とどうやって距離を逆に飛ばさないようにスライス打つなりなんなりしてって狙ってった方が、あの確実というか確率は高いので飛ばそうとするよりね、まあ、これもちろん私の場合なんですけど、なのでね、まあ、またしばらくオリマー33度で行こうと。ただね、ロジャーキングはやっぱ使いたいんですよ。あれはシャフトがすごいんで、ちょっとじゃあ頭を何にして使うかっていうところは、いろいろとちょっと今あるクラブ、使いたいクラブで考えてやってみようかなというふうに思っているところでございます。なんかね、先日ちょっと車窓ちょろっと上げたら、まあまあ再生されて、あのコメントもいただけたんで、まあこんなね、ちょろっとどっかの移動の合間に回して喋ってやっていこうと思ってますんで、まあぼやきと何が違うんだっていうところもあるんだけど、まあ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 、ちょっと違っちゃ違うな、まあ、その辺はあまり深く考えずに、はい、見ていただければと思っております。まあ、そんな感じで、まあ、20分弱話をしている間に本館に到着でございます。なんとかね、4本でね、やっぱね、パワープレー出したい、パワープレー出るようなコース行きたいもうそこ、コースも大事、どんなコースを回るかっていうところもすごく大事だから、そういうところも含めてね、いろいろと引き続きご紹介していきますんで、どうぞ皆さんよろしくお願いします。はい、最後までご視聴くださった方ありがとうございました。パーシモンハゲでした。暑い日が続きますが、皆さん体調気をつけて、お休みの日はぜひゴルフ楽しんでくださいということで、今回もありがとうございました。パーシモンハゲでした。ごきげんよう。